ここからは千本ノック場外ホームラン。宮城県を飛び出しちょっと足を伸ばして楽しめる旅先のいいねをノックしていきますよ。おーらー、ボールが飛んでいったその先はいいね。福島にやってきました。福島といえば喜多方ラーメンや白河ラーメンなどご当地ラーメンが全国的に有名ですが、実はここ数年ご当地ラーメンの人気を凌駕する新しいラーメンが続々登場してるんだそうです。ということで早速調査に行ってきます。まずはがっつりなのにヘルシーラーメン。やってきたのは福島駅東口から歩いて5分、麺屋うから屋から。お待たせいたしました。はい、あ、はい、すごいボリュームですねはい、この上に見えてる部分は全部もやしですか。はい、上はもやしです。運ばれてきたのは特もやしラーメン。醤油ベースのラーメンに大量のもやしをトッピング。崩れる寸前まで積み重ねたら背脂と醤油タレを回しかけ、ニンニクをがっつり。しかしこの見た目で一体何がヘルシーだというのか。もやしを崩しながらいただきます。うん、うん、ここニンニクの香り、これはほんと食欲をそそりますね。ここでなかなか麺にたどり着かない佐藤にお店の方がアドバイス。このままでは麺が伸びてしまうので麺を底から引っ張り出しもやしの上に乗せちゃうんだそうです。これががっつり系ラーメンを食べる上で知っておきたい天地返しというテクニック。さてようやくたどり着いたそのお味は。うーん、おいしい。あ、でもなんかすごい優しい味がする。実家に帰ったようなというかそうですね、お家の味みたいな。はあ、なんか合ってるか分かんないですけど。そうなんです、実はこのラーメン体に優しいがコンセプト。添加物は極力省き食材本来の味で勝負しているんだそうです。鶏や魚介、香味野菜で作り上げた繊細なスープに国産小麦にこだわった全粒粉の麺、さらにもろみに漬け込んだチャーシューなど、見た目はがっつり系ですがとってもヘルシーなラーメンなんだそうです。うちの店主が33歳という若さで脳梗塞に倒れたっていうのが一つラーメン作りのきっかけとしてあったんですね。はい、それで自分たちが口から食するものに関して非常にこだわりを持って、お客様に提供したいなっていうのがありまして。健康を気にする男性客に好まれそうなラーメンですが、うちのこの特もやしラーメンはやっぱり女性の率もあと年配の方ですね、ちゃんと一杯食べきって食べきっていかれます。すごいですね、はい、続いては辛くてマイルド不思議混ぜそば。やってきたのは福島駅から車で20分、松川町にある麺どころあんかつ。地元の味噌や酒粕を使ったコク深い味噌ラーメンが評判のお店なのですが、今年1月に発表された新作のラーメンが常連客の間で話題なんだそうです。お待ちしました。はい、とろりチーズマヨです。うわー、ありがとうございます。上にかかってるのが全部チーズですか。そうですね、なんか美味しそうなんですけど、その下に唐辛子。こちらはとろりチーズ混ぜそば。3種類の油に醤油ベースのタレ、豚骨と鶏白湯を合わせたスープを多めに注ぎます。コシのある太麺にもやしと肉味噌をトッピング、仕上げに唐辛子パウダーと一味唐辛子を振りかけ、さらに熱々トロトロのチーズをたっぷりとオン。こちらが常連客の間で人気沸騰中、とろーりチーズ混ぜそばです。混ぜます。いやー、うわ、あ、すごい、美味しそうだけどやっぱり真っ赤だ唐辛子とチーズをしっかり混ぜていただきます。うんうんうん、美味しいけど辛いしかし食べ進めていくとチーズが
あることによってまろやかさで美味しく食べられますね。そもそもなぜこんな混ぜそばを作ろうと思ったのでしょうか。お前チーズでラーメン作れっていう、ミッションいただいたんで。あ、そうなんですね。優しいご主人が常連さんのために考案したというとろーりチーズ混ぜそば、ぜひご賞味ください。続いてはもはや芸術クレイジーラーメン。続いてのお店にやってきたんですけれども、なんかもうお店の外まで人が並んでますよ。やってきたのは自家製麺ウロタ。福島のラーメンフリークから絶大な人気を集めているお店らしいのですが、どんなラーメンなのか話を聞いてみると、クレイジーなんとかかんとかラーメン、いろんな色が入ってて、なんか野菜だけ使ったなんかこう色がすごい独特な色してるんですけど芸術的なラーメンでした。あ、そうなんですね、はいはい、お昼の営業終了時間を待って調査開始。まずは小手調べ、看板メニューを頼んでみることに。あー、美味しそう。醤油の純鶏そばになります。チャーシューがたくさん乗ってて、これは一種類じゃないですよね。はい、全部トータルで4種類チャーシュー使ってて、はい、味付けの仕方とか調理工程も全部変えてます。香りが立つ生醤油のタレに鶏のみから抽出したというスープ、麺は歯切れの良い自家製の細麺で、そこへこだわりのチャーシューをトッピング。チャーシュー麺じゃないのに4種類のお肉が楽しめる超お得なラーメンなんです。果たしてそのお味は。生醤油の香りとチーユの旨味、歯切れのいい麺が抜群の相性ですが、気になるのは4種類のチャーシュー。まずは豚バラ肉のロールチャーシュー。このチャーシューは毎朝その炭火で煙を吸わせて燻製臭っていうんですか、をまとわせたお肉ですね。続いては低温調理の内もも肉。噛んだ時ジュワッと旨味が出てきますね。夢中になって食べていましたが、調査に戻ります。カラフルなラーメンとかクレイジーなラーメンみたいな。はい、最近始まりました。食べてみたいんですけれども、いいですか。はい、大丈夫です。待つこと10分。お待たせいたしました。はい、失礼します。え運ばれてきたのが噂の一杯、ペイントクレイジーミルク味噌ラーメン。全部野菜からできてるんですよ。アーモンド、大豆、くるみの植物ミルクスープに平打ちパスタのようなコシの強い太麺、肉味噌を乗せたら、ここでペイントに使う野菜のインクが登場。赤はビーツ、緑はほうれん草、黄色はかぼちゃなど、着色料は使わず全てが食材の色というから驚きです。白い器のキャンバスに描かれたアーティスティックなラーメン、果たしてどんな味なのか。すっごく美味しいです。ありがとうございます。ミルク味噌のクリーミーさすごく感じるんですけど、食べる場所によって甘さが引き立ってたり香りが引き立ってたりとか、いろんな味も楽しめます。この一杯食べて取れない栄養素ないんじゃないかっていうぐらいですね。もう色全種類それぞれに栄養素がしっかりあるんで、はい、まあ健康的に本当になれるんじゃないかなと。